はい、ネゲシコです。おはようございます。ということでね、ごめんなさいね、本当にね。前さ、0円起業シリーズみたいなやってたじゃんか。お金をかけずにね、起業する。要はみんなね、結構起業の相談とか来るんだけど、お金がなくてできませんとかって人多いんだけど、まあアイデアと仕組みさえしっかりできてればね、お金をかけずに起業なんてできるんですよと。で、俺は言ってたんよね、当時 YouTube でね。実際自分やってみるから見ててみたいな感じで、まあ起業する流れだったりとか飲食店を出すっていうシリーズをね、やったんだけど、まあその動画まだ見たことない人はぜひちょっと遡って見てみてくださいということでね。その時に出したのがここなんですよ。このお寿司屋さん。簡単にざっくり話すとね、どういう話だったかというと、不動産会社さん、地元のね、駅地下マンション専門館さんっていう、もう高崎駅のマンション専門に取引してる不動産屋さんの会社さんがあって、そこのマンションに住む人たちに付加価値を与えたいと。それに対して俺はその人たちしか利用できない、その人たちの紹介とかでしか利用できない特別な飲食店を出したらどうですか、その運営うちがやります。じゃあ予約サイトだったりとか、じゃあ家賃だったりとか、そういう初期費用とかはそちらの会社負担で、まあ、広告も兼ねて2社でやってみませんかみたいな提案を持ってってね、実現したのが、まあこのお店なんよね。ちょうどね、今オープンしてからね、あとね3ヶ月ぐらいでもう丸々1年がね経とうとしてるんですよ。早いもんでね、本当にまあもう9ヶ月おかげさまで。まあそのね、じゃあ実際ね、その一回やってみたもののどうなんだよね、ぎしこということがね、多分みんな気になると思うんでね、まあ、ちょっとその話をしたいなと思います。でも9ヶ月経ったといえど、そのうちの4ヶ月ぐらいはトータルでしたらね、多分コロナとかでね営業できてないんだよね。緊急事態宣言とかマンボウだったりとかで8時までしか営業できませんとか、お酒出せませんっていうのがほとんど続いちゃったんで、まあ、ちゃんと営業できてたかなって言ったら多分おそらく5ヶ月ぐらいで、まあ、それ以外に4ヶ月は営業できてない。じゃあその時がどうだったかっていうと、日本はねすごいんだよ。本当にこの国のね制度がめちゃくちゃしっかりしてるからね、休業協力金っていうので、オープンしたばっかのお店だったとしても1日営業時間を短縮することで3万円入ってきたよね。でそれがかける月の日数分だから、まあ、31日ある月だったら31日間、まあだから約93万円とかが入ってきてたんで、でも93万円入ってきてさ、うちはねおかげさまでさっき言ったようなやり方で運営してるから、まあ、家賃とかかかんない。この家賃がかかんないっていうのがまあだいぶでかいんだけどね。その4ヶ月間はね、だから赤字とかになることもなく、しっかりちゃんとお金も残しながら、まあもちろん利益はそんなには大きくないけどね、このやり方が。まあ席数もカウンター8席しかなくて1人2万2000円の単価のお店なんだけど、まあそんな感じでうまくねできてますと。じゃあそれ以外の残りの5ヶ月ぐらいはどうなんだっていう話をすると、そんなに利益とかも残るようなお店がないけど、まあなんとかできてます。まあどういう経費の内訳で言うと、大体ねうちその家賃がかかんない分、食材原価にかなりお金をかけてるのね。まあこれは大体飲食店の食材原価っていうのは大体 30% ぐらいで納めなさいと。で人件費と合わせて、まあ、FL っていうんだけど、それで大体 50% っていうのをね風にするのが大体まあ飲食店のまあ相場というか、普通はまあそんなものなんだけど、まあ、うちはね家賃とかもかかんない分かなりここにかけてます。まあ、大体この食材の仕入れ原価がね 60% かけてるのね。そうでもそれでもなんで成り立つのかっていうと、さっき言ったように家賃が1個かかんないっていうのと、一人一人の顧客単価が高いんですよ。まあ、大体ね1人2万円ぐらい、2万2000円だね、税込みで料理が2万2000円で毎月フルで変わるお任せのコース、つまみからお寿司から出てきてって感じなんだけど、まあ、2万円の 60% かけても、まあ、1万2000円が食材原価です。まあ、そうすると8000円がね、めちゃくちゃ分かりやすく言うとまあ利益みたいな。まあ、そこから人件費とかはがかかってくるんだけど、まあ、人件費は基本的にはアルバイトで、対象だけ50万ぐらいのねお給料なんですけどね、対象に渡して、そんな感じでやってますと。だからその後一回もねゼロ円企業で出してから、その後の行方みたいなの一個も出してなかったから、まあその辺をちょっと今撮ってみたんだけど、まあ飲食店とかね、俺これからもしやるとか、今飲食店とかで行き詰まってる人たちがね、何をやってったらいいかっていうとね、今コロナ禍でね二極化してるよね。人は本当に価値の感じるものにしかお金を使わなくなってるなって自分で商売やつで感じるのね。だから結構大箱店の大衆居酒屋みたいなところとかって結構まだ打撃が多くてさ、そんなにまだお客さんってコロナを今落ち着いて緊急事態宣言とかもないけども、そんなに戻ってきてる印象っていうのがあんまりないんだよね。でも、まあ、東京都内だったりとか地方とか県外とかでもそうなんだけど、まあ、予約困難店って言われるようなところだったりとか、食材にこだわってて体験型の飲食店だったりとかっていうのは、やっぱりコロナ禍でもずっと予約は取りづらく変わらなかったよね。だから価値のあるものに人はお金を出すようになったのかなと。物を価格じゃなくて価値で見るようになってるな、一お客さん方がっていう風に感じる。でおかげさまでね、今月もね、まあ、残り、まあ、あと5日間ぐらいなんだけど、今月もこのお寿司屋さんは毎日ちゃんとお客さんも埋まってて、まあ、1回来てくれた方はほとんどの確率でリピーターになっていただくんでね、なんとかやってますよと。だからうちもまたその体験型っていうのがどういうことかというと、ちゃんと一お客さんと作り上げていくビジネスとか、お客さんに体感してもらって体験してもらって食べていく、要はパフォーマンス性のあるご飯とエンタメみたいな、この掛け合わせっていうのはね結構大事なんじゃないかなと思うんでね。でうちなんかもこの
この毎月大賞が一品料理からお寿司まで全部ガラッと変えて毎月変えていくんだけど、それ以外にもコラボイベントとかを結構やってるのよ、うちって。今月のねは積み草料理のちょっとまた違うイベントがあるんだけど、まあ、その日は何日間かやるんだけどね、1ヶ月に、まあ、4日間ぐらいあるかな。ガラッと料理を変えてお寿司とかも出さない、この日はこういう日みたいな。前回やったのはジビエのね、めちゃくちゃいい鹿肉とか、イノシシとかね、ピジョンとかそういうのお肉を入れてジビエ料理の日とかをやったりとか、あとは東京都内の、まあ、有名店のね、有名なお寿司屋さんの大将とかを呼んで一緒にコラボで料理を作っていくと。でその時は普段と違ったもの、食材とかを使って普段と違った雰囲気でやっていったりとか、あと今度ね今計画してるのはね、東京のねフレンチレストランのシェフとフレンチとお寿司のコラボみたいなのをやって、お客さんに体験してもらって、その料理とか作り方だったりとか、そういうのをね企画してます。だからそういうのが大事なんじゃないかなと思う。だから価格が高かったとしてもその価値を見出せる、お客さんが見て、まあ、写真を撮りたいなとか絶対これ撮んなきゃいけないねって思わせるような、そんなような、ね、飲食店とかのが、まあ、これからはやっぱり生き残っていくんじゃないかなと思いますよ、私が見て。まあ、もう美味しいのは当たり前だよね。もうね本当にコンビニだったりとかカップラーメンだったりとか冷凍食品でもここまで美味しい時代にご飯を食べに行って美味しいっていうのはもうめちゃくちゃ当たり前で、料理作ってる人ってもう俺の料理食えみたいな自己満があるかもしれないけど、料理食べてる人って俺たちは食べる側のプロだからと思って食ってるんだよね。だからこんだけ美味しいものがどこでも手に入って、インスタグラムを開けば美味しいご飯屋さんの情報が容易に取れるこの時代に、何をやんなきゃいけないかって言ったら、価格競争で戦うとかっていうのは絶対やめておいてね。価格を安くしてここの飲食店より1000円安くしてお客さんを取っていくんだっていうのじゃなくて、当たり前に美味しいものを出してその価値をちゃんとしっかり伝えて、相手も体験しながらこうなんか食べてて面白いな、ワクワクするなとか、これ彼女連れてきたいな、こういうことこういうとこに連れてきたら子供喜ぶだろうなっていうのは、美味しいと別で考えてね組み立てていくのはまあ大事なんじゃないかなと思います。まあそういうのを考えながら日々私もナイトワークの授業の方もね、飲食店の方の授業もまあ考えながらやってますけどね。そんな感じで、まあもうちょっとであと3ヶ月で1周年なんでね、1年ね無事終えられるように頑張ってみたいなと思います。まあこんな感じでね終わりにしたいと思います。これからもなんかいろいろ面白いイベントやったりとかね、こういう風なことやったらこんぐらい経費がかかってこんぐらい利益残ってるとか、まあセキュラルに全部出していけるかなと思うんで、ぜひチャンネル登録と SNS のフォローお願いよろしくお願いします。コメントも待ってます。ありがとうございました。バイバイ。あのね、もうね、ぶっちゃけね、二度と出さないって思ってたよ。もうここ出した時が大変すぎて、ペケマルの時にも思って、ここを出した時も大変すぎて、もう二度と飲食店は出さないと思ったんだけど、やっぱねバカだね人間でね、時間が経つとね、ちょっともう一軒出してみようかなとか思っちゃってる自分もいてる。何を出そうとして、ここはちょっと高単価の紹介制じゃん。だからまあもうこの半分ぐらいの、一人1万円ぐらいで食べれて、紹介制とかじゃなく気楽に来れるような、まあ、こういう和食みたいな感じ。高くない？結構でも別に自分が食べたいものを出したいけど、うん、だから3000円とか4000円でご飯食べれるようなお店いっぱいいるじゃん、競合で。1万円ぐらいのとこっていないよ。まあ例えば立ち食いの寿司屋とかさ、ないじゃん、うん、本当だったら2万円かかるけど立ち食いとかで1万円で食えますよみたいな、まあそういう、まあ、そういう高単価の寿司屋、低単価の寿司屋はあるけど、その中間の寿司屋であんまないから、まあ、そこのラインちょっと狙っていきたいなとか思ってる。頑張って。また寿司かみたいな話になるんだけど。確かに